にちは、ムーチューブです。今日はアマゾンから届いたもの。だいぶ前に買ったものなんですけど、アマゾンビューティープライムデー記念で販売されたセットです。お値段は5500円でした。だいぶ前に開けたもので、使用したものもありますので、使用感も一言でお伝えしていきますね。ではこちらを開けていきましょう。中身は紹介されていたし写真もあったから中身は分かっていますが確認です。一個ずつ見ていきましょう。1点目は化粧水、ビューティービオファイタープリンセスケア試供品サイズです。ほんのりと香りがします。フルーティーな香りっぽいけど嫌な香りじゃないし、ほんのり香る程度。しっとり系なのかな。しっとりしつつも爽やかで肌なじみもとてもいいです。これは良さそう。そして2点目はロクシタンの入浴剤かな。ミニバスボムって書いてありました。お菓子みたいで可愛いですね。1点目の化粧水のお仲間、ビューティービオピュアフルーティー。こちらの方がフルーツっぽいのかな。そして次がロクシタンのハンドジェル。ロクシタンのシャンプー。そしてこちらがロクシタンのコンディショナー。そしてこれはメルビーダのローズ化粧水。匂いを嗅いでみましょう。ああ、確かにローズの香りがちゃんとします。ロクシタンのシャンプーコンディショナーは私の髪には合いませんでした。こちらはボディーソープ。こちらも使ってみましたが少量でも泡立ちは良かったです。流した後も肌がしっとりとしていました。ただ香りは外国っぽい香りがするので気になる人は気にしちゃうかもしれません。ベレダのスキンフード、これも肌のガサガサが治ったりしてすごくいいものだと思いました。かかとや膝のガサガサが1回塗っただけで効果を感じられたし、これは正規品を買ってもいいかなと思うほど良かったです。ただちょっと出したばかりの時は香りが気になるかも。個人的にはあまり好きな香りじゃありません。でも塗ってしまうと気にならないのでいいかなと思っています。まだありますよ。 RMK の美容液、これはサンプルではなさそう。4000円と表記されています。ロクシタンのシャンプーリンスが2000円くらいだからかなりお得なセットなんですね。サンプル品もこれだけ数あればそこそこお値段しますからね。そしてさらにロクシタンのヘアトリートメント、洗い流さないタイプです。そしてさらにロクシタンの美容オイルと美容液のサンプル。そしてカバーマークのシルキーフィットファンデーション、一時期使っていましたカバーマーク。これ本当にシミ隠しにすごく良くて、コンシーラーなくても隠せるのがありがたいんですよね。そしてこちらがミネラルインナートリートメントベースクリアベージュ化粧下地です。 25ml で4950円するそうなのですが、これは試供品とはいえ良いものが試せるのはありがたい。 4.4ml 入っているそうです。1
回分ではなく数回使えるというのが良いですね。1回じゃわからないですもん。年齢とともに乾燥し始めた小じわが気になり始めた方とか書いてあるので、アラフィフにはありがたい。というわけで以上が入っていました。これだけ入って5500円なら楽しめる塩得だし、新しい出会いもたくさんあるし、買ってよかったと思いました。これと同じものは今は販売されておりませんが、似たようなものは販売されておりますので、 URL は説明欄に貼っておきます。コミュニティの方ではいろいろな福袋とかおすすめのものとか紹介しておりますので、チャンネル登録もお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。